待ってくださいね。ちょっとパタパタしてたら遅くなっちゃった。よいしょ、ショールーム出るよ、出るよ、よいしょよいしょ。早っみんな早っ。ミアラン、マオ、フクちゃん、キヨタン、エルメンツ、サクイカ、ヤ、渡辺、フーくん、アキラ、フーちゃん、アリサ、ヨッピー、ヤマト、ライアーテール、コウヘイ、カイザー、コウイチ、ゴバさん、セリナ、マーライオン、ジンタン、フシー、V フォントル、マオ、金融家人、ミノル、ウリキチ、ヒロアキ、イアン、ミッキー、モロコヒツッチ、ゴッド、リンタロウ、ツッシー、ミッチ、ゴキザリ、雪枕、ナベちゃん、ひろあき、レフワン、ゴキザリ、さくらもち、ありがとう、コウヘイ、シュン、ナベちゃん、ホルホス、流れ星ちゃん、ありがとう、 TM さん、500回本もありがとう、すげえ。ホルホスさん、本ありがとう、はやほく、ジョータラ、キョウタン、イケメン、ジンタン、チワキング、ホルホス、だるまさん、ありがとう、ありがとうございます。ヤッホー、チーマナ、今日はちょっとお早々配信でございました。ちょっとバタバタしてた、バタバタシーマナでした。そのままバタシーバタシーでした。よいしょ、ラモチス、ひなのハッピーバースデー、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。やっほー、ちょっと私だったのでちょっと何も用意できてなくてごめんなさい。ちょっと桜もかけてなくてちょっと私でした。マジでバタバタした。なんでこんなことになったのかちょっと全然わかんないぐらいバタバタ。よいしょ、ありゃじゃじゃじゃ、よいしょよいしょ、レタス、こんばんは、よいしょ、私、私なんか目にゴミがついてるよ、キラキラがついてた。ショルーム告知してないです。フッシー、よいしょ、ひでまるりか、けいすけ、レタス、やす、通勤急行通過駅、よっぴー、くまおう、なべちゃん、しがちゃん、しげ、いいじゃん、スーさん、カイザー、さくらちゃん、ありがとう、聖人と村もちす、こんばんは、ホルホース、だるまさん、ありがとう、ふうくん、とも、ゆっぴー、かわいい、ありがとう、ありがとうございます、ホルホース、だるまさん、ありがとう、ありがとうございます、お豆腐、こんばんは。見て、シーマナめっちゃ髪伸びたし、めっちゃ今日髪サラサラなんだけど、すごくない？今日サラサラ。ヨッピー、さくらもちちゃん、ありがとう、ありがとうございます、よいしょ、くまおう、こんばんは、リップあった、やば、血だらけの人です、ちょっとああ、なんか下唇をなんかやっちゃう癖があって、それですごいなんか血だらけって感じ。うん、カバトットレインボー、ありがとう、ありがとうございます。髪の毛のプレゼントは何、ヘアドネーションみたいな。シーマナでも髪染めちゃってるからね、できないんですよそれ。じゃ今日のね、ちょっとシーマナの戦利品を皆さんで一緒に確認していきたいと思います。シーマナ今日エチュードハウスでお買い物してきたの。うん、チャーキング、ありがとう、マリオ、こんばんは。エチュードハウスっていうなんかコスメのお店で、シーマナさん今日はちょっとコスメをゲットしてきました。といってもなんかそんなコスメゲットしたっていうよりかは今日これ、あ、よいしょ、
筆を2本おめめのおめめのアイシャドウの筆を2本買ったのと、あとはなんかめっちゃ久しぶりになんかアイシャドウをなんかこれ本当に高校生の時に使ってたやつなんだけど、もう一回使ってみようかなと思ってちょっと買ってみました。これそう、うん、絵の具の筆、確かに絵の具の筆みたい。そうこちらなんかね、色はね高校生の時はちょっとピンク目にしました。なんか前回はゴールドだったんですけど、高校生の時とはちょっと一味違うし、今のここにちょっとラメを足したくて買ってみました。やばい、今 目ずれた。どう？もう分かんないね。かくやんこんばんは。ちょっとここに白いのなんかついた、わかる？わかるかな。うん、ちょっとついた。そうっていうのもちょっとチークトス、今日はこちら戦利品です。うん、よいしょ、オッケー。どうですか、新マナ今日おとなしいマナじゃないですか。うん、ショーソよいしょ、ショーソしてる。で今日はねスヌーピースヌコです。イエーイ、ショーソショーソ、おとなしいもの。うん、ヤッホー。うん、ショーソしたん、ショーソしたん。うん、すねこです。今日はヤッホン。今日寒くない？寒いから一応すねこだと思って、すねこびじゃんって思ってすねこになった。寒い。うん、飼ってる？もう何が勝ってるのかいまいちよく分かんないけど勝ちました。うん、雨降んなかった。本当に都内だけど若干降ってた。暗闇駅こんばんは。うん、高いやんこんばんは。こっちは目のなんかこういうとこ描く筆と、パリリヤッホー。なんかもうやばいよね気候、なんか結構ね本気で体調悪くなりそう。みんな気をつけて。よいしょ。これも買った。これはなんか大きい船。うん、大きい船です。かなげさんフォローありがとうございます。ラストアイドルの白石真奈です。よろしくお願いします。じゃこうやってやったら CM なっててください。みんな今日はみんなに会えてうれん。今日は頼む。しまなしまなしまな。ねえ、しましょう。ありがとうございます。なんかピロンピロン言ってたけど。しまないのがいいんですか？よいしょ。うんうんうん。ちゃんちゃん。コピックって違うんだよな。C モノじゃないんだよそれは。うん、よいしょ。 C モノ C モノ、え待って待って、ホルホースいっぱいありがとね。かきょうとかきょうと言ってないよ。ありがとうございます。バタとレインボーありがとうでございます。そうフードかぶってるのこれはスヌーピーです。スヌコすぐこれ乗っとる。たつばちゃんおはよう。おはしまな。こちっちゃくしとこう。え髪型見てない。え髪型普通におろしだよ今日。おぎやっほー。うん、ぽんこんばんは。うん、ルーキーやっほー。うんフェスおはよう。
久しぶり。あ、リリリリリとヤホー。レフ版桜餅。ありがとう。ありがとうございます。ナラッキーヤホー。ヤホーヤホー。くにちゃんこんばんは。今日のおろ今日はおろし毎日シマの髪型そうなの今日はストレートおろし。マジで髪伸びた。なんかねちょっと嬉しくなるの髪伸びたなって思うとすごい頑張ってるなってそうなんかすごい嬉しくなるよいしょちょここの辺毛がないキサキはなんか巻いてたんだけどなんか好きな方向に行ってるねうんレフ版桜餅あいたフッシー桜餅ありがとう桜餅桜餅桜餅ありがとう今日も頑張ってるよもしドラマの話があってショートにしてくれって言われたらどうするそんな話ないから大丈夫うんさゴケザリ表情してる時ねなんて書いてあんだこれなどんな表情してるシェイムのそれうんそうふうくん桜餅ドラッキー桜餅ありがとうございますこの髪の毛ね乾かせば20分かかるうんゆっち頑張ってエラコンエラコンツナマヨこんばんはトマハートありがとうありがとう100個ありがとうどういう意味なん？なんて言ってんの？ヨシエパパこんばんは。え、どういう意味だ？たまごっち何日育てられてるか。たまごっち買いました。神話のたまごっちね、ずっと欲しかったんだけど、絶対育てられないと思って買わなかったんだけど、なんかみんな育ててるから、みんな育ててんだらいけるべと思って、卵と、卵買うなら買うよって、神話の買うなら買うよってお互い一緒にこう、持ってって買いました。こちら。もう寝てるんだよね。寝てて今そうそうたまごっちウォッチっつってこれなんかさ何ウォッチになるんだけどウォッチになるんだがねこれそうかずきこんばんはそうウォッチになるんだがそうなるんだがねなんか存在感やばくない？でさ、大人の私でこの大きさってことはさ、子供結構めっちゃでかいと思うんだよね。でも結構ね重さがある。坂道まとめっぴこんばんは。おいくらなん？5300円ぐらいでなんかポイントとかあったからなんか扱ったら4000円ぐらい弱ぐらいになりました。うん。でも画面タッチできるようになってるしなんか機能としてはめちゃくちゃ良くなってるからまあ前のやつが8000円ぐらいしたから全然安いって感じその時よりはうん先生かわいいありがとうくすり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 ありがとう全然安いと思うだってカラーだしなんか USB 充電に変わったしなんかこれでこうやってやるとほら時計機能になる普通になんか腕時計として使えるうんすごくないめっちゃ怖いそうシーモナはねなんか緑にしてで4月になんか紫のバンドが発売されるからなんかそのボタンの色とか紫と相性が良かったからとりあえず緑にしてで紫のバンド買おうと思ってるそうピッちょっとねこんな感じですめっちゃかわいいそうショーゴヤッホン前のはどこに保管して箱に入れてるなんかその売ってた箱のままのコージこんばんはねコンビニでこんたちできたのすごいよねうん、腕の肌のきめ込むそんなことはないんだけど別に
アラーマンできない。そうペンギンのでもついしたら多分バチバチに高くなると思う1万円超えてくるんじゃないっつったらめっちゃ可愛いっしょ。うん802日ありがとう。スイカ携帯でいいや。ありがとう。それアップルウォッチじゃない。アップルウォッチは持ってるんですけど、なんか寝るときにつけるのストレスすぎて。でもなんかアップルウォッチって寝るときにストレ何つけるのがなんか一番いいじゃないですかあれって。もうねめっちゃストレスで、なんかもう血圧がと何なんていうの、あのすごいなんか圧迫されるから。だからなんかダメだった。もう買わない。もう買わないって決めた。島のサイン付き生デッサン当たりました。4周年の T シャツを着てるバージョンでした。大切に、ね、ありがとう。売らないでね、大切にしてね。そう。タロビちゃんこんばんは。なんかねむくむかと思った。なんかつかむくんだんだよね多分アップルウォッチをつけて。ちょっとむくむくしちゃってうんってなった。僕にアップルウォッチください。全然あげるけど今日片落ちだからあんま良くないよ。買った方がいいと思う多分。3なんだよね私が持ってんの。3ってねもうアップデートされないって言われてる。さその卵打ち下井さん、え結構きついんだけど、なんか全然バンド短くて。そういえばおかわり最終150円申し込んで、ええすごい150円も申し込んだのやば。ありがとうございます。すごい。みんなあの幕張は皆さんのおかげで一応わかんないけどね、払い忘れがあったりしたらまた復活するんですけど、一応今のとこ売り切れになって、で幕張の追加の予定の方がまだまだ全然残ってるので、そちらの方あのぜひね全枠マックスまで買っていただいて。うん、やっくんこんばんは。そしてあの大阪の方がまだ一部の方が残ってますので、そちらの方あのご購入いただければいいなって思います。ちょっと朝早いんだけどね、大阪勢のみんないるだろそこに。結構ね島のね関西のねファンの方結構多いんですよ。多分みんなも自覚してると思うんだけど、だからちょっと大阪はあのぜひぜひちょっとあの大阪勢のみんなに頑張っていただいて。ノーネーム本当ありがとう。ありがとうございます。上野に大好きな島の名前ですよね。ありがとう。最終日追加で見て、カイさんありがとう。ちょっとじゃあうん、あの追加予定日の方お願いします。そうなんか追加分の方がまだ二次受付なんですけど、次があの上限がまだ少なくて、なんでね今のうちにねあの皆さんあのご検討いただけたら第4回5回目とかにはまた増えてくるので、ぜひぜひあの今のうちから応募していただけたらありがたいです。お願いします。呼んだかい多いんですよ結構。うん、家族多いね大阪。うん、上限、うん、関西ちゃうでほんまやで。無天狼しやほん。うん、なので皆さんぜひぜひよろしくお願いします。来てください大阪。そして東京の方は追加の方が全幕残っておりますので、こちらの方上限までみんなならできるよ。頑張ってください。お願いします。うん。ぜひぜひ来てね。大阪来てね。ほんま、大きに。あんまり言わない、そんなこと。うん。ということで。っていう感じ。あと今、オンライントークの方も受付してるので、うん。結構なんかリアルトークにみんな意識持っていかれがちで、オンラインのこと忘れてたよって方きっと多いと思うんですけど、ぜひねあの当日来れないよって方はオンラインの方でお願いします。午後一がある時はない時。っ
センターから意外と遠い、ちょっとあるんだよね距離が。うん、ちょっとガチで悩んできた。行こうかな。これ神崎おいで待ってるよありがとう。札幌の山本さからもち、うん、ありがとう、ありがとう。10分枠取りました。やばい、すごい10分すごいね。10分ってやばない？小学校の休憩時間くらいあるよ。いや、ありがとう本当に。なんかじゃあ何の話したいか決めといて、なかったら私考えるからいいよ、任せろベトナムから出て、ありがとう、待ってるね、ありがとう。うん、大阪こう飛び込みたく、何それは死にたいってこと？どうしたんだよブリリー、いつ買ったか忘れちゃったね。やばいやばい、ジェント大好き、おはよう、ヤッホー、レタス、桜、ありがとう、桜めっちゃありがとう、ね、おいで大阪ね、本当に残ってるんだ、まだ1枠が、1問初めの枠が。なので島田のツイッターの方から探れるんで、お願いします。任せる、分かった任せられるね。じゃあもう10分なんてあっという間な気がするね、大事に噛みしめないと。西野みなみこんばんは。大学の休憩時間も10分じゃなかった。大学何分だった？え、一番最近なのに忘れちゃった。大学え何分だったっけ。一限が9時からじゃないですか。9時、そうだ10分だ、10時半に終わって10時40分ぐらいとか、そうだ10分だった、うちは10分だった。キャンパスそんなに広くなかったから、うん、でもなんかすっごい広いとことかは15分だったりするらしいです。うん、そうなの、15分。下野はね、うん、10分だった、うん、10分だったよ。うん、なんかだから微妙、計算しにくかったもんで、10時40分からで1時間半とか40が、次が11 10、3限まであったんだっけ、何だっけ懐かしい10時40分12時10分、え2限で終わった、え2限だった、1、2、昼、3、4、5みたいな。たまえみごっこできるよワイライモンさん、はくらもちありがとう、ありがとう。大福を買いました。それはあなたの頬と比較できます。大福には負けちゃうけど飲めるよ大福にはちょっと勝てないかな10分だとトイレ行って休憩、移動するの大変。そっか、10分で私チャリを駆使してたからチャリで移動してた。サーリーこんばんは。うん、予言が終わる時間でだいたい休憩時間分かりました。予言何時に終わったんだっけ島のうれいくん本当に待ってるね、かずきありがとう。うん、10分あったら告白しすぎで北原で出ちゃう、そんなにオンライン手形会目のたく同棲しました、ありがとう、みたいなし中身もちもち、知らんたま、知らんたまではないうん、大学大体90フルで授業すること少なかった。本当に？シーマナは90フルだったな。え？そうなの？うん、フルだったわ。オンライン手形会支払い途中だった。オンライン手形会忘れないでねもう受け付けないからさ。シーマナちょっと今日ね滑舌めちゃくちゃ悪いんだ。なんかリテーナーしててで、上の歯が今針金つけたから、今矯正中なの、歯科矯正中ねつけたから、なんかすっごいなんか今痛くて、痛い時期ね、痛い時期来てて超喋りにくくて。そう、みおたんこんばんは、よかった名前覚えて、わかった、かずきね、かずきですって言ってね、なたでここの、うんありがとう。今になって大学生いいなって思ってる。大学生、大学生いいどうだろう、結構しんどかったしな大学は。うん、高校が楽しかったな私は。うん、90×4コマ全部外国人講師の人、さすがに夕方には日本語忘れた、絶対嘘で、忘れてはないようん、と悪い大学が90分ぐらいじゃ、そういうことはないんじゃない、愛情だよ先生の。さくにこんばんは、よいよお餅ありが
ドン。ノーネームオンペイヤヤオムチ。ありがとう。カズリンチョスの方がいい。待って、カズリンチョス知ってるな。カズリンチョスは知っとるで私。うん。わあ、ワイライモン、ありがとう。桜まんじゅう2個。パピフェポット初見じゃないぞ。野菜の活動しながら大学大変大変だった。大変でしたけど、私は2年生の時に螺旋入ってるから大学だから、なんか単位を1年でめっちゃ取ってたからよかったんだけど、私一番大変だったんだろうなって思うの。やっぱ久保玉とかすごい大変だったんじゃないかなって。すごい変化する年だって。待って、友ちゃん超久しぶりじゃない。え、どこ行ってたの。え、友ちゃんヤッホーヤッホー。専門行きたかった。いや、わかる。専門めっちゃいいよね。なんか手に職をつけておけばよかった。一応今ね、私幼稚園免許、幼稚園教員免許証第一種持ってるんですけど、なんかもっと、なんだろう、もっと専門的な分野を学んでおけばよかったってすごい思う時はある。うん。グッドアフター、あ、こんにちはって。そんなに、うん、めちゃくちゃ英才教育じゃん、英語の。うん。ちょっとろー、桜餅1、2、1、ありがとう。スキメロラブ、つぼいですけ、やっほー。おたろこんばんは。うん。専門？専門？専門？専門大学か。うん。関係を持ってないのも一緒ないよ。そう。ワイライモン、レインボースター、ありがとう。ありがとうございます。うん。そう。専門学校。うん。4月から自動車の整備士。リリリリ、すごい。あれ、検定受けるって言ってなかった？受かったの、おめでとう。うん。2代目99999、ヤッホー。うん。軽音専門、専門。うん。そう。どこまでも、どこまでも。マヤこんばんは。うん。人の実モデルにかやな。めっちゃほっぺ伸びるね。そう、ほっぺ伸びる。うん。好きシーマな。ヤッホー。サイさんかな。マヤヤッホー。好きシーマ。マミタスヤッホー。うん。何の資格欲しかったかな、シーマな。でもなんか調理師免許とかさ、なんかそういうの欲しかったかも。なんか調理系、なんかご飯系が欲しかったかも。調理師もそうだし、でも本当にバチバチに一番欲しかった資格は簿記と、秘書検、秘書検定と、あと漢検、英検、もうこの辺、あと TOEIC、 もうここ取っとけば実際なんか本当に就職の欄には困らないかなって思うんだけど、そんな願線1個も取ってなくて、あの漢検5級、英検3級の中学生の時に泊まってて、漢検に関しては小学生の時に泊まってて、そう、そうなんですよ。簿記すごいな。簿記勉強したことなくて、でも取っといたらよかったな。ポケモンカードじゃ知識よかった。彦太郎すごい、おめでとう。うん。そう、気象予報士はもう取りたいと思う、ね、なんかあれ本当になんか狭き門らしくてさ、取ってもそう、働くのめっちゃ大変って。副調理師、あ、副調理師ね、ボイスカットやったから取ろうかって思ったんだけど、なんか2日間泊まり合宿で取れるみたいなの聞いたんだけど、ちょっと泊まりは無理。結構その辺で結構この困っちゃう人だから。でさ、ちなみに僕誰、カズリンチョスだからマナンチョじゃないの。うん、アドナ検定あれどうなったんだろう、誰か聞いてきて。うん、秘書検2級までで、やっぱ難しいんだ、通信取れる、なんか何でもあるよね。あと私カッパ捕獲資格みたいな取ろうと思ってるけど。うん、ショウこんばんは。そうなんです、行政書士、社労士、めっちゃ大変じゃない。食うには困らんけど取るの超大変じゃない。あ、ルカチョウ、そうなの、チョスって言うからさ、まあ、なんチョスかと思った。カッパ捕獲、知らないの、カッパ捕獲。そうそうそう、岩手県東の、そうそうそう、カッパ捕獲免許状。うん、
チの効果か聞いたことないけど、うん、七瀬さん友達の友達、そうなんだ、専門の先生になりたいの、なりたくないから、なりたくないから困ってるんだなりたくないから別にいらんかったなって思って、多分5年間で資格失効しちゃう、資格っていうか免許なんで更新しなきゃいけないんですけど、使わなかったらなくなっちゃうのね。でなんか一応更新しに行けるんだけど、2日間とかのなんかすごいマジめっちゃ勉強しなきゃいけなくて、でなんかそれのなんか働いてる人ってそれに行けなくて免許が失効しちゃうんだって、なんかそうなりかねないなって思ってて自分が、だからなんかもっとちゃんと永久的に使える資格にしていけばよかったなってすごい後悔してる。リラクマ検定何それ、野菜ソムリエの資格いいじゃん。うん、そうなの。アイドル検定ね、アイドル検定私落ちる気がするんですけど、うん、なくなったらまた試験受けないと、なくなったらまた大学行かなきゃいけないと思う、多分幼稚園はか、なんかあの専門か短大か、うん、そう基本的にあんまりですかね。だよね、なんか持ってるだけみたいな、うん、野菜検定、野菜検定そう、もうあの更新しなきゃいけないんですけど、それができなさそうっていうちょっと悲しい話。うん、村開拓島のいなくなるよ神奈川から、つきたい仕事の資格、うん、一応つきなかったんだよね、一応私幼稚園っていうか保育園の先生かなんかそういうなんかそっちの福祉系の方に行きたくて、そういうのを志して、あの高校の時からあのそういう検定とか受けたりしてて行ってたんだけど、なんか気づいたら違う道にいたんだよね、シーマナ。そう、うん、そうなんですよ。タクありがとう、ペンライト、うん、カズこんばんは。焼き鳥屋にもなりたい時期はあったけど、あの高校時代ね、高校時代マジで焼き鳥屋になりたくて、焼き鳥焼く人になるって思ったんだけど、うん、そう、プリンセス島の姫が先生だった最後かずきありがとう、さくらマライオンハットありがとう、また5分後に読むね。ねえピラニーいない、お礼残っとるねって言っといて、うん、ゆうたどこっつって、うん、マーライン貼ってありがとう、うん、お店の名前なんだっけ忘れちゃった、うん、テレ貴族の社長の息子の嫁とか狙ってみたらどう、え、社長の息子の嫁あ、待って、あ、アイスリレー始まったフッシーアイスちゃんありがとう、そしてオギーアイスちゃんありがとう、そしてヨッピーアイスちゃんありがとう、で、ミヤナアイスちゃんありがとう、そしてマーラインアイスちゃんありがとう、そしてジンタンアイスちゃんありがとう朝倉アイスちゃんありがとう、ありがとうございます、うん、ボンジェリを塩で、塩でいいですね、うん、エリコ、あー、佐々木のキャラの声が CM とか夢がある、うん、ユータって言ったらわいわいわい、ドラッキーの本名がユータ大倉社長、うん、社長の息子はジャニーズで私の推し、そうなんだ、作品家の推しなんだ、うん、ぶんじりは塩、私でもハートが好き、ハートあのね、振動が好き、ここで今日たらこうどん食べたんだけど、なんか血の味したんだけど、今日食べたたらこうどんなんか血の味して、なんかわかんない、で私矯正外したっかやん、なんか結構血が出るから、なんかで私の血なのかたらこの血なのかわかんなくて、もしかして私の血なのかもしれない、はっちゅ近いけど本名は近いスナックアンニュイってお店開く話じゃなくて、聞いたことないんだけど初見さんなんだけど、うん、自分の今日ハート食べた
ハートね、矯正ってこんなにできる、めっちゃできるよ、うん、当たってるからね、ずっとどっかが、見て上のほろろよ、そう強くなってきた、わかる、昨日の今日でだよ、これちょっと揃ってきた角がそうすごいよね、うん、大西くんタン推し、え、なに、大西くんを応援してる人の推しなの、それはやめた方がいいよ、おたおたはおたおたは絶対やめた方がいい、かずきこんばんは、うん、血の味が、あ、なんかそれツイッターでバズってた、見たんだけど、結構なんかやばい、やばいよねうん、なんかこういうのもあれだけど、シブのタイプ、本当にシブのタイプに乗った、ありがとうそう、おたおた、おたおたって知らん、あのその人のオタクのオタク絶対ダメだよ、シーマナのオタオタはやめてね、シーマナの好きなファンの人のオタクとかはダメだよ、うん、オタオタ新先輩いないさ、うん、そんな会話やるの、いや、わかんない、あるんじゃない、オタオタだよ、うん、そう、うん、中に水でわかったチーチルの女の子と付き合ったら祝福してくれないな、で、いいけど、なんかそのお互いが好きではいいけど、なんかストーカーしてましたとか絶対ダメだようちの前やオタオタはダメだよ、私オタオタじゃないもん、うん、じゃあ油染めしよう、うん、うん、現場でオタオタしてるおじさん、見た目オタオタしてたそう、午後によって言ってね、ひどしげ、おまけこんばんは、 CM なしか目に入らないかできないな本当に好きですだって、ありがとう、好きになっちゃった、シオナのこと、なんでみんなそんな気優しいの、ありがとう、うん、で髪マジで伸びたよね、 CM の髪伸びき、うん、みんなせいでネタのオタオタで、つまり CM のオタうん、今日の学会で、あ、いろいろあるのね、うん、わたわたする、わたわたしてるの、フシ好きです、なんでだろう、みんなどうしたの、ガチ恋性で好きです、アカデミー賞で正反気団の相手、ん、好きです、大好きです、たまに来られた時って、そうなの可愛いんで、島のガチ恋、どうしたの、みんな優しいね、今日あれかな、新しいコスメ買ったからそのパワーかな、パワー中山筋肉、パワー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 、うん、そう、55分ありがとうございます、え、待って、ゆうたどこなの、ゆうたいなくない、今日ゆうたどこだ、ゆうたがいない、ゆうただって名前変わっちゃった、よし、ということで13位からいきたいと思います、13位とワイライモンさん、ありがとうございます、ありがとう、12位がキヨタン、シーマナちゃん楽しい、ありがとう、楽しいなの知ってるよ、ありがとう11位トモ、ありがとう、ありがとうございます、そして10位がドラッキー、君とどうなりたい、あね、何花澤さんの歌、君は私とどうなりたいマジで好き、そして9位がプリリ、じゃあ僕はうちのマーヤオタオタです、なんダメだよ、オタオタじゃない、シーマナが好きなんでしょ、そして8位がカバトット、ありがとう、ありがとうございます、7位が金薬人、上の矯正いつ取れるの、わかんないわかんないけど結構まだ隙間空いてるんですよ、ここなんかか、あ、え、空いてない全然、え、埋まってきてる、え、埋まってきてるわ、なんかここが今歯抜いたの、ここ1本1本分抜いてて、これぐらいね、え、埋まってきてた今、ほんとちょっとじゃないかな、そして6位がりんたろ、ありがとう、5位がちんたん、ありがとう、ありがとうございます、そして4位がみやらん、ショートも好きだったけど今のなんか楽しき、なんか美味しそうなやアイスだ、いいな、ありがとうございます、え、私マジで今ちょっとお気に入りゾーン来てる、お気に入り髪の毛ゾーン
めっちゃ良くない？なんかさ最高やな。耳がこうやってなったら最高なんだけど。ありがとうございます。そしてじゃん、3位がレフ版ほっぺみょん、ほっぺみょん。ありがとう。ザク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 、ありがとうございます。そしてじゃん、2位がヨッピー甘やかしたい。福太ちゃんありがとうございます。チキ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 ーン、髪の毛がなくなりました。ありがとうございます。でドゥルル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 ズン、1位がフッシー。もうお名前フッシー定着したね。結構好きだよその名前。ありがとうございます。ツン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 、ズシキャーポーン。ということでお揃いしますか。でもピンクがいいんでしょ。私は緑。色違いのね。育てられる？みんな。私は無理だと思うよ。シーマのしか育てられない。で、ここハートになって可愛くない？そう。これ以上伸びたら気に、うん、そんなこともない。もうちょっと伸ばしたい。もうちょっと。ギュッ、バチ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 。たまおっち。はい、すべて飛ばしておきました。8秒超えられてました？無理だったかな。ありがとうございます。そして今日初めて来てくださった方いらっしゃるかな？いらっしゃいますか？ぜひお星様を1個でも投げて島野のアバターをゲットしてってください。ぜひぜひあのいろんなルームで島野推しだよとか、このアバター可愛いでしょって見せつけちゃってください。めっちゃ可愛いでしょこのアバター。見るだけで幸せになっちゃう。今それぐらいの髪の長さ。島の髪染めたんだよね昨日。みんな知ってるかもだけどね、昨日言ったけど今日来た人は知らないけど髪の毛染めました。ちょっと黒系です。うん、なんか私は知らない人が島のアバターだった。え、本当に？だから可愛いんだよこのアバターが。フッシーレインボスターありがとう。ありがとう。ということでちょっとこのアバター可愛いんでぜひぜひゲットしていってください。あとねもう一個あるの、バレンタインの方のなんか下に白石マナーって名前が書いてある方があるので、まあ一個でも投げていただいたらどっちもゲットできるんでね、ぜひぜひゲットしていってください。今日も来てくれてありがとうございました。明日はもうちょっとバタバタ、明日の方がちょっとバタバタしてるかも。明後日は結構落ち着いて配信できると思うんで、ちょっとその時までいろいろ待っててください。ということでバイバーイ。素敵な夜をおやすみ。ヨッピーありがとう。ジョータのバラありがとう。